それでは社名指名を述べていただいて、どちらに、代表幹事長どちらにご質問かを述べて、ご質問ください。お願いします。幹事長にお伺いします。今日は連絡以外で決まったところは何でしょうか。はい、まずですね、山口和幸参議院議員、すでに報道等はされておりますが、強制式に、入党について、承認がされたと、承認というか、認められたということです。手続き的にはもう終わっておりますが、今日の役員会で、報告をしたということでございます。またそれ以外は衆議院の、選挙区支部長の選任であるとか、参議院選挙 の新しい二次公認についても決定をいたしました。またこれももうすでに報道されていますが、大阪衆議院12区の補欠選挙の公認についても、今日ご承認をいただいたということで、ございます。また統一地方選挙、またその前後に行われる地方議会の選挙、公認等について決定をしたということでございます。また支持点プロジェクトを昨年からさせていただいておりましたが、政策目安箱並びに人材バンクの創設というものを目標に制度設計してまいりました。行って、この制度設計終わりましたので、常任役員会に報告をさせていただいて、国会議員団の役員会で承認された後、プレスの皆様方には中身の発表をさせていただくという段取りになっています。およそそういう感じですね。衆院の、大阪衆院補選は、藤田支部長を公認するということで、はい、そうです。はい、参院選の埼玉なんですけれども、後藤沢田亮さんを公認ということで今日決まったんでしょうか。はい、今日の常任役員会で決定です。第二次公認、参議院の第二次公認ですね。と比例代表、今日配るのかな、後ほど配らない。比例代表の公認候補も3名決定をいたしましたので、また後日発表させていただきます。今回 の参議院や、統一選、大阪12区等ですね、この選挙、目白押しですけれども、今日常任役員のおのおのにですね、どういうふうにですね、選挙戦っていこうと、師匠がしておりますでしょうか。いや、選挙は政策選択の場所なんで、とにかく、納税者が納得できる政治をやろうというのが、我々のもう基本的な考え方なんです。統一地方選挙はもうまさに、それぞれ の、市町村都道府県で、いかに、税金の使い方を見直していくかと。でも税金の使い方を見直せるのは、これはもう我々維新の会しかありません。これは何度も言うように、今までみんな口先でまずは政治改革を、口先でどの党も言ってきましたけど、もう本気でやってるのは我々維新の会だけですから。維新の会の今回統一地方選挙の公認候補者、現職、特に現職はもう身を切る改革は条件でみんながそれを実行する中で公認候補を選んでますから。だから身を切る改革やってるのは日本で我々だけしかありません。もちろん国会議員もやってますし、だからまず自分たちの身分にもうしがみついてるところ、大阪の自民党や共産党なんてまさにそうだしね、公明党はもう我々騙そうと言いまして、騙してるわけだからね、とにかくもうそういう、こう自らの身分にこだわらず、もう本当に税金の使い方を見直していくっていうのがことがもう我々選挙においての有権者に皆さんに対しての政策ですよ。だからこれは統一地方選挙において、有権者にこれを訴えていってなんとか支持を拡大をしてもらいたい。それから参議院の選挙はもうとにかくこれも同じですけど、役所があそこまでなんでたるんでるかということですね。厚労省、財務省、文科省すべて問題山積、
もうそれが表に出てきてるわけですから、役人がもう要は自分たちのまあ保身というかぬるま湯で頼んでるわけだから、もうこれ変えるにはやっぱり国会においても政治家自分たちがの身分これ一回改めるぐらいの覚悟を示さないとね、変わりませんから。とにかくね、そういう形でね、少しでもいい、一歩ずつだけど、本当にちょっとずつしか進まないけどね、納税者が納得できるようなそのこう政治行政の、形、政治行政の運営をぜひ、進めていきたいと思ってます。目標については、いやもうこれは立候補者全員当選を目指すです、だって目標を語れるほどね、大体政党はどの議会においても過半数を、それは目標ですよ、自分たちの政策実現するには過半数というものが必要なわけだから、でも今過半数目指そうと言えるのは大阪の府議会市議会ぐらいですから、そういう数のこう目標を設定しても、これはもう仕方のないことなんで、ね、ただ地方議会においてはどの政党も過半数なんて目指してないです。確認ですけども、参議院大阪選挙区2人目については今日の議論はなかった。これは今馬場幹事長がいろいろとやってます。まず朝日新聞からだけです。2人目についてはその選定の時期の目処っていうのはどのように考えてらっしゃいますか。せっかく統一地方選挙もありますんでね、逆にその統一地方選挙中に、参議院候補者が活動するということはより効率的ですので、統一地方選挙入るまでには確定をしたいと、そういうふうに考えてます。2月、3月にはそうですね、もうできるだけ早急に選定するようにということは代表からも指示をいただいています。松井代表の法定協議会の方なんですが、公明党が23日の法定協議については一応出席をする方針のようなんですが、どのような議論を期待されますか。いやもう委員間協議を期待しますよ僕、だってもう事務方協議は大体なんていうかな、こう彼らが考える課題についてはやり取りができてきたんじゃないかなともう思いますから、今度は委員としてね、我々維新側にも公明党さんに聞きたいことたくさんありますから、委員会の協議を希望してます。で今回出席してくるんでしょ、やれるじゃないですか、大都市税財政なくても、結局は大都市税財政、大都市税財政という、こうで交互開催と言ってたのは法定協議会の引き延ばしをしようということを自分たちで認めたようなもんじゃないですか。いやこれからもとにかく任期中に協議書を、こう成立させるために、もう何度も言ってるけど、僕や吉村市長は要は夜の日程も含めて提案していきます。よろしいでしょうか。今日共産党 の大阪府委員会の党会議がありまして、柳委員長がですね、知事市長がダブル選挙に出てる意向があ あるのとすれば、反維新の共同を築いて維新政治に終止符を打つために総力を挙げるというふうな発言をされているんですけども、これについてどういうふうに。もういつものことですね。また自民党とチームになるんでしょうから、だからもう共産党は大阪ではやっぱり自民党の補完勢力、いつも志位さんが我々、自民党の補完勢力だとかの誹謗中傷してるけど、大阪では共産党は自民党の補完勢力ですねということで、もう分かりやすい話になってくるなと、自民党の補完勢力であると同時に、もう
あの議員としてのもう保身勢力の塊やね、うん、だからもう地共民公みんなもう組んだらいいと思います。保身グループで。法定協の日程感なんですが、以前あの2月の半ばまでにもう委員会協議を終えて取りまとめたいというようなお考え示されていたと思うんです。今でもこの考えに変わりはないんですか？全く変わりはありません。それが議員の責務だ、あの責任だ、僕はそう思っています。今と29日と2月8日があの設定される方向で検討されているようなんですが、うん、それでも委員会協議もあのまとめてしまうというような。いや、だからそれは慎重に丁寧に熟議っていうんなら、だからさっきも言ったようにさらに僕たちは日程を、会長に、スケジュールをお渡ししたいと思ってます。2月8日以降もというような、うん、だからまあその本会議が始まるんで、いろいろとまたまあね、公明党もあの日程が厳しくなるとか言うだろうけども、本会議終了後でいいじゃないですか、うん、渡していきます僕らは、うん、今公明党との協議っていうのは全くありません。何のご連絡もいただいておりません。経済効果の議論なんですけれども、あの福祉厚生会議、まあ、他党が欠席する中でもなってですね、であの、まあ、公明党の疑問点については維新が聞き取ったということで、今後その、法定協の中で経済効果の議論を委員会討議で示していくというのは、もちろん、経済効果の、要は福祉と推進本部で経済効果の、算出をされた、学者の皆さんに説明を受け、そこで我々からの、質疑もして疑問点も、専門家から答えをいただいてますから、そういうものを、もうそもそも公明党さんが言ってた疑問点を維新の会の議員が代わりに、学者に、尋ねてるわけだから、学者の皆さんこう言ってますけどどうでしょうかということを聞いてみたいと思ってるし、うん、読売新聞ですけど、また橋本さんの話もあるんですが、昨日あの BS の番組でですね、うん、まあ、ものすごく早かったら、まあ、あの世界にも、まあ、今まで絶対ないって言ってたのが、まあ、ちょっとそういう発言になったんですけど、まあ、うん、受け止めなのかは今腹立ってないんでしょ全然僕の受ける印象としては、うん、ものすごく腹の立つまで、すごく幅があると思います今は自分の人生、非常に楽しんでるし、彼が知事に立候補したような、こうその時の大阪の要は社会情勢、経済情勢、それから政治情勢、それから行政の行政の、まあ、慣れ合い、もたれ合いの、うんうん、その雰囲気、もうそういうものと比較したら、うん、今は、ものすごく腹立っているというようなところには、全く至っていないんじゃないかなと思います。今後にも統一選とか、まあ、その後の参院選、まあ、住民投票の、まあ、いろんな局面が来ると思うんですけど、まあ、やっぱりそういったところで橋本さんの発信力とかですね、いや発信力でも彼いつもね、メディアの皆さんにも言ってるように弁護士で今はコメンテーターなんだから、その仕事をちゃんとしてるだけでしょ。ほら、というのをメディアの皆さんに、に対してこう仕事としてさまざまな発信をコメンテーターとしてやってるんだから、うん。よろしいでしょうか。はい、それで大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。あ、ま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 あ、はい。